プラデサ、プラプセイ、プラダルム、カヤンガンティガとは、バリ島の村ごとに見られる三次院の総称である。バリ島では、バリヒンドゥーの信仰体系に根ざした地域社会が形成されており、中でもその監修村を支えているのが、カヤンガンティガであり、以下の三次院からなる。バリ人の方位感に従って、プラプセイ、プラデサは、デサの山側の聖なる場所に、プラダルムは、 デサの海側の穢れた場所に建てられている。この寺院の配置によって、デサアダットは3階の構造を持つ小宇宙として表彰されているのである。そして、これらの寺院それぞれに対しては、創立記念祭がデサアダットの成員によって行われ、デサの領域の正常が保たれる。11世紀にバリ島の王朝が東ジャワのクデリ王国とのつながりを強めるようになり、 ジャワヒンドゥーの影響を強く受けた頃に各地で混流が行われるようになり、この頃にジャワから渡った僧侶、クトゥランが広めたものとされている。しかしながら、今日のバリの人々は、これらの寺院をヒンドゥー教の御神、すなわち、ウィスヌ、ブラフマ、シワに結びつけて考える傾向にある。これは、インドネシア教和国独立後のパリサダダルマヒンドゥー。 バリによるヒンドゥー国教家運動の結果、人々に浸透するようになった知識であると考えられている。1960から61年にかけて、パリ・サダはすべてのカヤンガンティガに唯一神を祀る社を建てるよう指導し、パドマサナを唯一神の具体的な象徴と規定し、パンチャシラの唯一神信仰との整合性を図ったのである。ありがとうございます。